ヒップホップ縛られた縛らないだろう。帽子かぶるもかぶらないも同じ、靴に息を吐く吐かない同じ、自分で似合うもの吐きたいもの勝手選んでやってればいいじゃん。誰も文句言われたって知らねえ、自分の道自分選んで進め。ヒップホップもロックもジャンルじゃない、それは魂の名前さ。それが分からなきゃまだまだヒップホップ同じ枠に止まらねえ、じゃまだまだだってさ。どうしたこれも止まらずに高校吹いた渾身ロックプッキー、ロックプッシー、これまでやっても吐くプッシー、関係なく毒ブスキー。クッキーマンコ、知らないマンコをハントすることなく、またちゃんとマイクを握るだけ。このパピーは長いからやってるだけ。そう、好きな音楽を聴いて、好きな服着て、あ、感じました、関係ない、自分のやりたいことやりたいからやるで。あ、今年の1月、俺はラップを始めた。初めてサイファー行った時、金は往復で4000円もかかった。それでも大好きだから毎週1回そこに通ったよ。俺は優勝この前地元で取った。半年間の集大成じゃボケ。悪いな、俺は3月からラブ始めてもう2ヶ月ぐらいでこの北沢で優勝を取ったわ。そっから始まる俺のラップだ。同じ環境の中でまた高め合うぜ。こういう二人はまさにその上のカーテクルを見せつけてく。こんなスタイルか、ラッパーは言葉の力、どうやって生きる大人の生き方、それがわからん。だからこそマイク音をつないで聞き方を見つける。一本振動でヒップホップシーン引っ張るわけではねえ、芯引っ張るから。釣ってたバカもどっか行った。俺は地域密着型、俺は地域密着型、つまり住んでるよ調布のところ。俺がつまり恐怖のどんとこへ、違う俺来た調布のどんとこへ。というとこから始まる、声が届かなくてもいいんだ、魂で伝えられたらそれがヒップホップ。そっから始まってんだ。ロサンジのランチャンピオン2個、あとはレイクと俺、イケてるやつしかなれない。さっきから楽しみたいとか言ってるのに笑顔が足りない。もっとエンジョイしてこう、プライドお前不愛想。俺はそう不甲斐ないことはやらないから、マイクを限界よりもエンジョイ。ちょうど俺なら限界超えてこの地に立って、ちょっとこれが望まん乗せないからやるだけならば誰でも逃げるで、あいうえお。でもこれ音の上だから、まずはまずアドバイス、あいうえお。よりまずドレミファソラシド、俺が言葉にこれも込めよう。ドレミはソラシド、そうだけど俺もビート乗っかることなくまた交わる。同じことの繰り返し、またも記憶が繰り返しで行くだけ。そう、さっきから楽しくなさそう。誰でもできることをやってるっつった俺は誰にもやれない、これがオリジナル。誰でもできねえから優勝者、俺も西東京じゃなくて千葉で取ってきたね優勝。イケてるイケてねえじゃねえかね。俺は好きか嫌いか、その魂の会話、そしてその次に行くためにな。俺は持ったコンプラはねえぞ、俺がこれで勝つ。コングラチュレーション。セットアップ、シャットアップみたいな感じ。それしか言うことねえで、マジで何やってんのかな。ってよ、雰囲気はアットホームだからこそ言葉パスも通る。だからパス出す、まずワクワク狩る。ここからお前ならばうっさつも出すわ。よいよ、セットアップの下りやりたくて先行取ったんすが、何しょうもねえね、出し込んでる時点でお前は負け。ここは即興バトル、今思いついたじゃなく感じてる心の声を話す場所なのに、ネタネタネタつまんねえな、しっかりそこでかませ。いや、ネタネタネタベタ、俺してるのはそっちの方。ネタどうやって引き出すかも即興、わかりますか、脳内でワンクリック。いや、お前との違い見せるだけ、雪だるま浮きて、いや浮いてますわこの季節。俺ならもっとかませるで、バチバチだ。雪だるまどこかボタニカル、夏今俺の季節じゃないの。そういうところちゃんと見てよ、もっとさ、ネタワンクリックダサいつってんの。ネタ引き出すのも即興なのかわかんないけど、ネタっていう時点でもう即興ではねえ。しっかり今の言葉で伝えろ。3回戦やっとここまで来た、ライミング危ないぜ、第一印象ただのイケメン。そんなんじゃいけねえ、この先負ける気ね。
そういうことまた音の上でレッツキャリラン合わせていこうか。どうせなら脳内汚染させるようなことばかって踊らすく3回戦までやっと見たなんて言うやつに俺は負ける気で、俺はモーティー君とやりてえから3回戦は当たり前。そういうことだ分かってんか、お前なんて興味はない、つまりはそうお前に興味はない。 MC バトル分かる競技じゃない。いやいや狂気じゃない、何当たり前当たり前、俺しない当たり負け、ここでまあぶつかるジャックワンカス、俺もノーディーさんとやりてよ。フライング B 一回戦負けたクズショック、まだ話してるわけじゃねえから、まずも言葉からすかハスラキ、俺がそりゃここでまずかもかまして、俺もフライング B 出てえけどな、俺は予定が入っちまった、だから今日はそれの憂さ晴らし、逃げたお前危ない綱渡りばっかりじゃお前は勝てることはない、ちゃんと俺に向かって気持ちを出せ、そういうとこが分かってね、俺がノーティー君やるから覚悟しな。フリースタイル俺がフリースタイル、どんなもんかまずは見せてきない、俺がここまで来たからにはまずこの変え込めなきゃいけないからな、まずはこういうでかい壁なんて願い下げ、俺は未来に描いた絵、そっからまず A から B、 まず俺は Z 一番最後、 Yo A から B その最後は Z、 絶望の淵に立たせよう、 Yo ホーム秋島、今日はでかい壁アイマウォールバリア、 Yo Yo お前さっきからノーティーノーティーとか言ってる割には全然かませてねえじゃんか、ふざけんなかませ犬ならばとっとと家に帰りな、かませてなければここまで上がることもできなかっただろうと思うから、そっからまずは始まってるから、バリアフリー俺はやってる、この言葉から始まる俺のディスはそういうことじゃないことを証明、フリーメイソンじゃない俺をイルミナティ、俺のライブディスならキムチ味、いやいらないバリアフリー、そしてまたも開いた口、でも増産地下北沢はここが俺の優勝候補開拓地、いやいやちゃんとこうやってリーダーをライブとフローで盛り上げてくれ、ファイティスト言葉はめながらも俺あくまでアーティスト、さっき言ってたここが下北沢、お前は俺に負けて肝冷やした、そういうとこからやっていくぜ、これが即興のライブ、そういうところ、まあ甘い言葉吐かないチョコレート、そこの YouTube撮ってるショコ映像、そっからまずやっていく、俺は社長すまりなるぜコーポレーション、いや誰が肝冷やした、おいどきな命貸しな、いや俺が次の決勝まで持っていくから、まずちゃんと敷いたパーツ履いてくねえから、ほらまずお前はラッパ止まり、俺はあくまでアーティスト、いやワンマスミュージックの上、また言葉吐きながらやるおもちゃ、俺だってしないぜ当たり負け、でもこのラップバトルは飾りじゃねえ、だからこそで見せてく形だぜ、これこそラップ本物当たり前、だからノーティー相手に独白、今日も連れてくこいつを極楽ショート、だからも連れてくジャイアントキル、パンチとラッカーの快感を知る、いや勝手に審査だけなんかいかも知る、俺は今日もジャイアントライブぐらいな感じ、当たり前だけどこいつみたいなヘイターを股にかけ、決勝まで行くぜ、よいよどうしたシグマ君、もっとかましてくれや、音がまずは口と首に連動、合間秘密結社フリーメイソン、フリーメイソンかどうか知らねえ、秘密すぎちゃ上に上がれちゃいけねえ、それがどうか噛みつかえるどうか、そんな若気味でワッサン下手調子の頭、俺だってケイタマタにかけ、俺の力に変えていくぜ、ピース&ギス、それもピースの味に変えながらぶつけることパのピース、サイレントヒル、言葉の力がおる重みでいい、まず静かに乗っていこう、でもお前のフローは全然ないよ、言葉乗せながらやるだけならば誰でもできること、俺がバトルレクチャー、シグマ君ここで終わり、だってこれ以上先には俺がいるらしい、